層ばかりを狙った殺せやまま大米流雲連続殺人事件今回は2層ばかりを狙った大量互換殺人事件についてよ大正時代に起こったこの事件は全ての被害がわかっているわけではないわ犯人も僧侶をしていて大米流雲というのは本業よ事件の一部を紹介するわね神戸では男と喧嘩の末殺害福岡で飲食店経営の女性を五換、その後内縁の妻としたわ京都では2層五の上 下を手で引き抜いて殺害。このほか分かっているだけで、兵庫、神奈川、鎌倉、東京で多くの二層に犯行を繰り返したわ。その後、内縁の妻と福岡にいるときに逮捕されたわ。翌年、死刑が執行されたわ。執行の際には看守が目隠しをしようとしたところ、寄せ合い、ふばっちまえばどうせ何も見えねえんだ、と言ったそうよ。これが最後の言葉だそうね。日本全国で犯行を繰り返した凶悪犯ね。